皆さんこんにちは。今回はトムソーヤでこんな掘り出し物を見つけました。じゃん、スターウォーズ。これなんだろう、カンティナアクションシーン、どういうことだろう、よくわからない。でも一作目のエピソード4かな、4のハンソロをスカウトする時のワンシーンのプラモです。プラモになるのかな。なんかこのバーの感じが こういう感じでジオラマ風じゃ、なんかよくわかんないですけど、ちょっと面白そうなので思わず買っちゃいました早速開けてみましょうか。では開けてみます。じゃん、わあ、なんかシンプルすぎてすごいほぼ英語。あー、ここに色のチョイスが書いてあるけど、なんだろう、解読するのにちょっと時間がかかりそうです。はあ、シンプルだなはい、そしてこれがキットですね。ひとちさ、これなんかちょっと前に作った50分の1ぐらいの大きさになってますまさかの、そうなの、50分の1なのこれ。スケール書いてない。またバファリーにお世話にならなきゃいけなくなりそうです。はい。そしてジオラマのベースこれなんていう素材なんですか、このなんかこうスーパーでお魚がこう乗ってそうな感じの、発泡ではないです、なんていうんです、このペランペランプラのペランペランみたいなやつわからない、なんていうのか知らないですけど、はい、これ色乗るんでしょうかね。あ、でもなんかこう砂壁的な質感にはなってます、内側が。どうしようかな、これアクリションでいけるのかな、弾くよな多分。まあ、とりあえず塗ってみます。今袋開けてみたんですけど、なんか曲がってますだいぶ古いから仕方ないのかな、どんな状態で入ってたんやろ。すげえ、まあ、頑張ります。
処理をするだけで疲れました。はい、では今からサーフェイサーもどきを吹いていきます。エアクラフトグレーにグランプリホワイトを混ぜて艶消しの添加剤をさらに追加しました。こんな色です。では吹きます。とりあえずサフもどきが終わりました。今から、結構使ってあるベージュの部分を筆塗りしていきます。